こんにちは、今回はスノーピークの2021年の新商品焚き火台 LL ST034 こちらをご紹介いたします。はい、こちらの焚き火台 LL はスノーピークの焚き火台シリーズの新しいサイズ展開になっています。これはですね、前回ご紹介しました焚き火台 SR と並び約21年ぶりの新作となっています。そしてこの焚き火台 LL が開発されたきっかけなんですけども、アメリカの OR ショーにて焚き火台 L、こちらですね、従来の焚き火台 L サイズ、こちらですね、出品した際、現地のアメリカのユーザーから小さすぎるとの声が上がりました。そのアメリカのユーザーの声を受けて、まずは縦横サイズを2倍、そして総重量15キロにあったものを試作したんですけども、ヤバイ会長に見せるとさすがに大きすぎるだろうとのフィードバックがありました。そこで本体サイズではなく薪の容量が2倍になるサイズに再試作、重さも11キロまで抑えたモデルが2019年の OR ショーでも好評を得て、今のこの焚き火台 LL の原型が生まれました。はい、ではこのアメリカのユーザーのために生まれたアメリカンサイズの焚き火台 LL、 どんなものか見ていきたいと思います。はい、それでは詳細スペック見ていきたいと思います。まずそれですね、こちらオールステンレス、従来の焚き火台と同じ、オールステンレスとなっています。これ真上から見た図なんですけども、まあ、大きいんでちょっと画角に入りきらないんですけども、まあ、この溶接箇所なんか見ても3箇所、これ従来品と同じ感じですね。こういった刻印もちょっと裏側からになりますけども同じように使われています。本体の側面にはこのスノーピークのロゴの下、こちらメイドインジャパンと刻印入ってますね。こちら焚き火台 SML と同じ仕様になってます。次に収納サイズ見ていきますが、810×882×41mm になってます。畳み方は全く従来品と同じですね。両隅を持って折り畳むと、まあ、この折り紙のように薄く収納されることになってます。よいしょ、もう体が半分隠れるぐらいの収納してもこの大きさなんですけども、まあ、ギミックは同じなので、41mm の厚さになってます。まあ、外観からするとかなり薄く、やっぱり収納はね、さすがに秀逸な出来になってますね。ただ面はやっぱり大きいですね。そして重量は11キロ乗ってますね。まあ、かなり重たいんですけども、まあ、この状態でやれば一応片手では持てる重量ですね。アメニティドームの L サイズが 9.8 キロなので、まあ、それよりも 1.2 キロほど重たいぐらいなんですけども、まあ、重たいには重たいんですけども、まあ、持ちやすいんで、一応畳んだ状態であれば片手で持ち運びできます。そして使用する際の展開サイズは 633×633。高さは440で、どれぐらい大きいかというのはちょっとかなり伝わりにくいと思いますね。こちら後ほど L サイズ従来品と比較してみたいと思います。あとはですね、一応このジカロテーブルと組み合わせできるかどうかも試してみました。これ真上から見た図なんですけども、一応入ってはいます。側面から見るとこんな感じなんですけども、まあ、ベーススタンドを使わなくても、まあ、ジカロの天板の少し上に出るぐらいの形になっていて、2センチぐらいのクリアランスが4方向に取れてはいるので、一応ギリギリ使えるかなという感じはするんですけども、本体の天板とかなり近い位置になりますので、もし使用になる際は、焚き火台の中の炭や薪を、まあ、極力少なめに中心に集めて使用された方がいいかなと思います。そして本体の付属品なんですけれども、まあ、従来の焚き火台はですね、まあ、薄型の収納ケースが、簡易的なものがついていくんですけれども、今回の LL は本体のみとなっております。そして、気になる板厚なんですけれども、こちら 1.5 ミリとなっています。この板厚 1.5 ミリが、どれくらいのものかというところなんですけれども、厚さとしては、従来の焚き火台 S、M、L、そして SR と、全く同じ厚さになっています。かなり大きいボディになるので、試作の段階で2ミリを超える厚さのものも試作があったそうなんですけれども、もともとこの 1.5 ミリであっても社外品の焚き火台と比べても3倍ぐらいの厚さがあるもので、この焚き火台 LL のサイズに使用したとしても全く問題がないと、従来の焚き火台のオーバースペックぶりがうかがえる板厚となっています。そして本体価格は税込みで 32,780円になっています。価格も後ほど L サイズと比較してみたいと思います。次にオプションなんですけれども、スノーピークの焚き火台といいますと、まあ、グリルブレッジに、まあ、いろんな網やプレートを乗せたりとか、あとはベースプレートやベーススタンド、まあ、いろんなオプションが展開しているのが特徴なんですけれども、今回の LL に関してはそういったオプションは全くなく、今のところ出ているのは LL のコンプリート収納ケース、こちらのみとなります。こちらが現物になるんですけども、まあ、大きいですね。もう体が完全に隠れるぐらいの大きさの収納ケースになってます。まあ、肩に担いだ後に、
こういった手でさらにサポートして持てるハンドルが両面ですね、両側についています。メッシュのケースの部分も、この真ん中の部分にメッシュ部分があって、これも従来品と同じ感じですね。本体が大きいのでメッシュ部分もかなり大きく、着火剤とかの小物がたくさん入りそうなメッシュポケットがついています。あとは本体締めるストラップですね、こちらも2箇所こういった形でストラップが2箇所ついています。生地の厚さは従来品と同じく6号半分、大変頑丈な生地を使っています。こちら価格13,860円となっています。はい、それではこちら2つ同じスノーピークの既存アイテムの焚き火台 L と新商品の焚き火台 LL、 こちら比較していきたいと思います。まずは収納サイズ、従来の焚き火台が収納の寸法が 560×640 で、厚さが 32mm に対して焚き火台 LL が 810×882、 下厚さが 42mm となっています。ちょっと持ってみます。よいしょ。実際ちょっと寝かしてると分かんないですけど、持ってみるとまあかなりの違いがありますね。こんな感じにすると分かりやすいですかね。もう本当に L サイズが S サイズに見えるぐらい小さく見えます。厚さは本当に1センチ程度なんですけども、どちらも薄型なので、この厚さに関しては全然差は感じないんですけども、やっぱりこの側面の大きさはもう大人と子供という感じのサイズ感の違いがあります。そして重量は焚き火台の L が 5.5 キロに対して焚き火台 LL は11キロ、もうこの姿勢からだと片手でも結構きついですね。ちょうど2倍の重さですね。先ほどもお話ししましたけども、持ちやすい形というか、このフレームの足の部分を持った上では一応片手ではね運べますけれども、やっぱり2倍となるとかなりの重さになりますね。11キロです。はい、次にこちら、これ真上から見た図になってますけども、使用する際の展開サイズ、焚き火台 LL が 630×630、 高さが440、焚き火台 L が 455×455、 そして高さが315になってます。そして数値で見ますと、縦横で13センチぐらいですね。で、高さでこちらも12、3センチの違いで、数値で見るとそんなにびっくりするほどの違いではない感じもするんですけども、やっぱり並べてみると圧倒的に LL が大きいですね。で、いつものようによくある40センチぐらいの薪、こちら入れてみます。よく販売されている薪のサイズなんですけども、焚き火台 L でも十分こちらは入るスペックにはなってるんですけども、 LL に入れてみるともうこんな感じですね。全然余裕でバンバンこう40センチぐらいの薪が投げ込める、特に余裕のあるサイズですね。逆に薪が少ないとちょっと寂しいぐらいの感じですね。大量に薪を燃やす必要がある場合でなければ逆に活躍しないのかなという感じのサイズ感になってます。40センチ、こっちちょっと42センチぐらいあるんですけど、それでも全然楽勝の大容量になってます。高さも比較してみると、焚き火台 LL の方が 12.5 センチほど高くなってるんですけども、一般的なローテーブルが天板の高さがだいたい40センチで設定してあるので、それよりも4センチぐらい高い感じですね。スノーピークのローテーブルも40センチぐらいなので、トップの部分がそれよりもちょっと上に来るぐらいの高さになってます。そして本体に使われてるプレートの板厚は、L も LL も同じく 1.5 ミリ厚になってます。こうやって LL を実際触ってみますと、1.5 ミリであっても全く薄さというのは感じないですね。もう十分な厚さがあるように感じます。逆に言うとこの比べてみると L のサイズ、このサイズ感で 1.5 ミリ使っているのがものすごく肉厚に感じる、そんな感じの厚さですね。そしてお値段は焚き火台 LL が 32,780円に対して焚き火台 L が 17,160円となってます。比較してみると価格差は 15,620円ですね。はい、これ最後になりますが、今こちら L と LL ちょっと並んでるんですけども、これは逆さまにして上から見てる図になります。この2つの焚き火台、デザインをほぼほぼ流用してるんですけども、若干だけ違う部分があります。かなり細かい部分なんですけども、まずはこの足のパーツ、焚き火台 L の方は本体近くの足フレームが直線的なデザインに対して、
LL の方はですね、ここ見ると分かりやすいですかね、少しね R がかってます、ちょっと曲がってますね、一辺曲がってもう一回まっすぐに戻る、これがデザインになっています。もう一箇所、これ焚き火台の中心のど真ん中の部分なんですけれども、こういったね羽のようなパーツがあります。これ L と比べてみると、こちら L ですね、シンプルに4つのワイヤーがこう組み合わさっている状態になってますね。それに対して LL の方はちょっとまあここに曲がってるワイヤーの足も見えるんですけども、その結合する部分にちょっとこういう爪のようなパーツがついています。もともと焚き火台シリーズをそのままサイズアップして作られた LL なんですが、そのまま使いますとこの開閉部分がですね引っかかって動きづらくなるというトラブルが発生したそうです。トラブルを解消するために少しこのワイヤーを曲げて逃がしを作って動きにスムーズにするためのこの爪のようなパーツ、こういったパーツが LL には追加されています。この足の曲がりとパーツのおかげで、まあ、重量11キロもある焚き火台でも非常にスムーズに開閉できるようになってます。はい、それではレビュー以上となります。まあ、アメリカンサイズと言われるだけあって一般のユーザーにはかなりちょっとね持て余すようなサイズ感なんですけども、まあ、より豪快な焚き火で楽しみたい方や、あとはご自宅なんかで据え置きで焚き火台を使われる方には、まあ、こういったサイズもいいかもしれません。はい、それでは今回は以上となります。スノーピークの2021年の新商品焚き火台 LL SE034 のご紹介でした。ありがとうございました。